北近江の一戦を経て信長が抱く天下一神の志に共感した長政は朝倉との始末いたそう。よし、気張っていくか。今日は目前、六角と三好を破り上洛を果たす。まずは観音寺城周辺の市場を落とせ。肩慣らしにもならぬ。悔しいな、ここまでか。私の帰郷を阻む者どもがまだこんなにも。大義は俺たちにある。邪魔する者は堂々打ち払って進むのみだ。義景様の下で磨いたこの腕、今こそ発揮せねば。食らっとけ。義明殿、将軍家のことは我らに任せ、ここでおとなしゅう討ち死になされい。敵は義明殿に戦力を集中させるつもりか。なんとしても守り抜かねばな。悔しいが、ここまでか。尾張の成り上がりが調子に乗りおって、今日を滑る三好の力、思い知らせてくれる。この天下を支えてきたのは三好と六角。貴様ら下船の輩の出る幕ではないわ。よく吠える犬は叩き伏せて黙らせるほかあるまい。地ならしはこの程度でよかろう。全軍観音寺城へ向けて進め。よし行くか。承知した。足利義明様ご帰郷を助けんがため、上杉謙信水産。よし行くか。おお、越後の龍が加勢してくれるとは。義明様こそ正当なる将軍位の継承者。正しきを歪める者どもに鉄槌を下さん。和田山城の守りは固いようだ。先に三造城を落として南より揺さぶるか。任されよ。およ小次郎を落とすなんざ、伊賀の忍びにとっちゃ造作もねえ。ようやっとオイラたちの出番だな。一気に三造城を落とすぞ。助かったようだな。皆大義褒めて使わすぞ。義明様の御前に敵を寄せつけてはならん。上杉の兵をもって守りを固めよう。光秀、別動隊を率いて三造城を落とせ。分かった、任せてくれ。俺たちの術にかかりゃ城門なんざあってねえようなもんだ。開門。何、誰が城の門を開けたのだ。気は満ちたようだ。今こそ三造城を落とす。これで和田山城を攻めやすくなったな。まずは味方の援軍を呼ぼう。どうやら織田勢も忍びを飼っているようだな。忍びは忍びを、大賀者を出せ。なんだ急に霧が。敵はそこか。何をする。俺は味方だぞ。妙だな、敵の仕掛けた術か。この辺りにいる一番偉そうなやつを撃てばいいんだよな。いくぜ。甘いわ。甲賀者の仕業だったか。急ぎ義明殿を救わねばなるまい。待てよ、まやかしとはこしゃくな。義明様をお守りせねば。やっぱ強えな。降参だ降参。承知した。織田に下るからよろしくな。あっさり負けを認めたか。何者か知らんが捉えておけ。三月のバカ、何を考えてやがる。仕方ねえ、任務は俺が片付けるか。開門。味方の混乱、あの忍びの仕業か。奴を撃ち術を止めるのだ。敵は観音事情に迫る勢いだ。三好と蒲生に進軍の合図を出せ。開門。敵は連携して迎え撃つ構えらしい。ならばこちらは盾に分かれて当たるか。六角に蒲生あり。織田勢ごとき押し返してくれる。六角をしのぐと言われた蒲生もこの程度ならば義方も恐れるに足らんな。この辺りの敵は倒したぜ。連中の結束も大したことねえな。槍の又座は天下無双よ。滝川一益、ただいま着陣。これより信長様の城攻めに加わりますぞ。敵の戦意をくじくなら今が好機だ。三造城に織田の旗印を掲げせつけよう。三造城に織田の旗印が立っただと。ザキタから来るのではなかったのか。三造城を奪還しろ。南に戦力を投入するのだ。開門。甘いわ。待てよ。光秀の企てにつられて敵が出てきた。この機を逃すな。和田山城を落とせ。やつらこの城を取り返したいんだろうが、そうはいかねえっての。そらおよ。へへどんなもんじゃい。そらそこまでだ。和田山城は誰にも渡さん。それがしなどが天下無双に至れようとは。おっと、織田勢が攻勢に出たか。よし、俺たちも続くぞ。遅れるなよ。あんなにはつらつとした顔をして、多分まっすぐな人なんだろうな。おりゃ任されよ。よし行くか。承知した。三造城はおとりであったか。だいぶ出遅れたが、この和田山城より敵を打ち払うぞ。長政のやつ生意気な。門を開けよう。俺が返り討ちにしてやる。開門。来たな六角。みんなこの気を逃すな。和田山城は俺たちの手に落ちた。織田の旗印を掲げろ。そら六角は何をしている。大賀忍びでも何でも使って。およ、敵を追い払わぬか。よし、この勢いのまま観音寺城までかけるぞ。数氏、もう一度機会をやる。うまくやればお前の相棒の失態は目をつぶってやる。承知。およ、はあ、受けてみよ。我に組する者は皆承知した。信長に向けて進軍せよ。アタックだ。承知した。見事、さらに精進せよ。親父の戦ぶりはやっぱすげえな。俺もこうしちゃいられねえぜ。任されよ。およ、力を及ばすか。噂通りの強さだな。それでこそ俺の親父だぜ。お前、何か勘違いをしているらしいが、もうどうにもならねえな。どいつもこいつもオーダーごときに。えい、私が打って出る。門を開けよう。開門。承知した。打ち取ったぜ。耐えきれん、引かせてもらう。かなう相手ではなかったか。甘いわ。観音寺城は我らが制した。もはや今日に達したも同然。時をあげよう。